インテルはアメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く半導体素子メーカーである。社名の由来はインタグレイテッドエレクトロニクスの意味である。4。主にマイクロプロセッサチップセット、フラッシュメモリなどの設計開発、製造、販売を手掛けている。主な製品に IA-32、IA-64、インテル64などの CPU があり。 パーソナルコンピュータでは、PC、a t 互換機や Apple の Macintosh に使われている。他、ワークステーションやサーバー、データセンター、モバイルデバイス向けの製品も扱っている。1990年代末からは多方面のコンピュータ関連ハードウェア事業に展開している。アクセラレーター系プロセッサーに関しては、主に CPU 統合型 GPU 及び Zion Phi と、 呼ばれるマイクを手掛けている。1992年以降から現在に至るまで、世界第一位の半導体メーカーとして君臨し続け、特に世界 CPU 市場ではここ数年80%近いシェアを維持している。海外事務所は50カ国以上、製造、研究拠点は8カ国17拠点にある。特にイスラエルの拠点は大きく、2007年現在で7000人の、 従業員を要している。また、カリフォルニア州ンのゼ市にある反、胴体製造工場には、インテルの歴史を紹介する、インテル博物館が併設されている。日本法人は、東京都千代田区に本社を置く。1971年に、渋谷区に設置された米国法人の日本支社が、前身である。その後、1976年、 1981年に設立されて、本社機能を持っていたつくばオフィスは2016年12月に閉鎖し、業務は1990年から日本社製の変翼を担っていた東京に移管された。インテル i486 デラックス2 i8008、PC 向け、編集サーバー、ワークステーション向け、編集、モバイル向け、編集、組み込み用途、編集その他、 編集インテルイヤプックス432981年発表のインテル発の32ビットプロセッサーであるメインプロセッサーは2チップ構成それまでの 8080KCPU の限界に対して過去のしがらみを捨て数々の先進的なマルチタスク機能とメモリ管理機能をハードウェアでサポートしフォールトトレラント機能の搭載マルチプロセッサー対応など 非常に高度で、先進的で複雑なデザインだった。インテルはこのデザインを、マイクロメインフレームと称した。しかし、コンパイラーをはじめとするソフトウェアの完成度が低いなどの、技術的理由で、本来の性能を活かすことができず、米軍のアダコンピュータ以外にはほとんど普及しないまま、CPU 市場から消え去った。この経験もあって8080 80系統の連綿と、 続く CPU の命令体系は、拡張に次ぐ拡張で会場回を重ねていくことで、最適化コンパイラなどのソフトウェアの継承を容易にした。MXP5800、5400インテルが、デジタルカメラ用のプロセッサーとして開発していたが、一旦立ち消えになり、そのアーキテクチャーが、コード画像処理用のプロセッサーを求めていた。CPU 市場の需要をターゲットに宣伝されて2004年に、 発表された。しかし、採用されたのは、富士ゼロックスの複合機とネットワークスキャナーだけで、その後の需要も見込めないことから消えてしまった。DSP の汎用性と、ハードウェアアクセラレーターの強み、そしてソフトウェアで実現する、メディアプロセッサーとしての素質は素晴らしいものだったが、いずれも、性能や、方向性が、重要的なものだったためコード画像処理用の、 プロセッサーを求めていた技術者には受け入れられることがなかった。CPU に関するインテル独自の製品カテゴリーを以下に示す。ローピア、編集、ローピアは IA-32 命令セットアーキテクチャに基づく低消費電力な CPU 製品のカテゴリーである。カルブ、編集、カルブとはカテゴリー名称であり、厳密には超低電圧にて動作する。 プロセスサ群を指す。これらは、アトムファミリーより性能面で上位に位置しているが、消費電力では10ワット以下であり、ネットブック向けと、従来型ノートパソコン向けの間を埋める、CPU として、コアにデュオ、コアにソロ、セレロン M、ペンティアムといった従来ファミリーのカテゴリーはそのままに、それらの中で特に消費電力の少ない製品をまとめたものである。そのカテゴリー以称は、 技術的な区切りではなく、マーケティング用途での区分であり、アトムよりも高い単価によって、アスプの向上が期待されている。これらのプロセッサ群は、機能を、ある程度限定して CPU にそれほどの処理性能を、求めない、ネットブックに対し、従来のノートパソコンの延長線上にある、超薄型ノートパソコン用の CPU として、ある程度の演算性能を持ちながら、 超低電圧動作によって低消費電力化が行えられる CPU のカテゴリー名称である。インテル440バイト X 詳細は、インテルチップセットを参照、インテル i7401990 年代後半までは、インテル740など、ビデオカードを展開していたが、その後は、いわゆるオンボードグラフィックのノースブリッジ統合型グラフィックス製品のみとなり、 性能も外付けビデオカードには到底及ばないローエンド体が中心だった。2009年新たに開発したレリビで再び j a p a 市場に参入する計画を立てるも満足するパフォーマンスが得られなかったとして GPU としての投入は中止されてしまった。時代の移り変わりで GPU の統合先はノースブリッジから CPU に変わったが引き続き性能は ローエンドレベルであった。近年は GPU 専用、イドラムを搭載し性能を高めたインテルアイリスプロ、グラフィックスを発売するなど、ブランド力を高めイメージの払拭を図っている。2018年、元 AMD でグラフィックス部門のリーダーだったラジャコドゥリをヘッドハンティングしてアーキテクチャを大幅に刷新したインテル G で2020年を目途に2度目のジャプー 市場再参入を発表している。インテル純正チップセットサードパーティ製、チップセットインテルニューック筐体インテルニューックボード、4インチ4インチのミニ PC。きっと、ボードでも提供される。ノア型フラッシュメモリを得意とするが、前日の通り、事業を ST マイクロエレクトロニクス、フランシスコパートナーズとの合弁会社、ニューマーニックスに移管した。 難度型フラッシュメモリは、マイクロンテクノロジーとの合弁会社、アイムフラッシュテクノロジーズにて生産され、インテルミクロン双方のブランドで販売される。ソリッドステートドライブ、編集インテル SSDDGS3700、シリーズデスクトップパソコン、ノートパソコン向け容量はいずれも 80GB、または 160GB である。サーバー、ワークステーション、 ストレージシステム向け現在はすべて撤退。1990年代の初めには、ニセ486やニセ Pentium が大量にアジアの闇 CPU 市場に出現してその対策に苦慮した。これらはリマーク品と言われ、低性能品のセラミックパッケージ表面の型番印刷を巧みに削ぎ落として、高性能品の型番を印字し直したものだった。 最初に出された対策はホログラムを貼り付ける方法だったが、当時の CPU パッケージには貼り付けられるだけの余分な空間が全くなかった。その後、新たな Pentium ファミリーである Pentium2Pentium3Celeron では、二次キャッシュの実装問題とリマーク品問題等を一挙に解決する方策として、CPU パッケージに SECC や SEPP が採用された。 この結果、類似するリマーク品は流通しなくなった。CPU を製造する半導体メーカーは、世界初の CPU である4004の時代から、宿命的に性能向上の手法として、クロック周波数の高速化が求められ、インテルは常に高速化を推し進めてきた。数百キロヘルツの初期世代からやがてメガヘルツ、ギガヘルツで数えるまでになった。 他社とのクロック競争を常にリードしてきたインテルは2000年前後にはクロックの物理的な限界に行き着いている自覚を持った。現在の半導体プロセスの主流である CMOS テクノロジーではクロックを高速化するとそれに完全に比例して消費電力が増大する。さらにプロセスルールの微細化が面積あたり消費電力に事情で効いてくるので 高速度でも1ナノセカンドの時間内には30センチメートルしか情報を伝播できないという物理法則の制約以前に、まず CPU 台が自らの熱で溶ける可能性が目前の危機となった。この問題の究極の回答としてシングルコアでのこれ以上の無理な高速化を避けてマルチコアによる並列的な動作によって性能向上を図る道を取った。デュアルコアや クワットコアの新世代 CPU によって新たなコア数競争の時代に突入した。インテルは4 0 0から8286まではセカンドソースとして AMD や NEC にもセカンドソース製造契約を与え普及とリスク分散を優先したが普及した8386からはセカンドソース製造契約を停止した。また、 インテルに出資していた IBM は I486 までは製造権を持ち独自のカスタム版を出荷していた。セカンドソース製造契約の提出を停止した後のインテルは CPU の半導体製造ラインを完全な自社製造で貫き外部契約の半導体製造会社には一切出していない。これは技術情報漏えい防止のためだけでなくそもそも 最高密度の製造プロセスを使ってチップ製造を行うメーカーは自社とその競合メーカーだけに限られるということが最大の理由である。すなわち最先端を行くインテルが求めているプロセスでの製造ラインを維持することは技術力のみならず製造販売量も世界トップであるインテル以外には不可能であり外部の委託製造会社では最先端製造ラインの開発 建設、維持コストを負担するだけの業績が見込めないからである。半導体製造装置メーカーも常にインテルと共に、新プロセス対応の新世代製造装置を開発しており、2008年12月15日から17日にかけて開催された2008インターナショナルエレクトロンデバイスミーティングで2009年後半からラストゲート方式、 HKMG による 32nm プロセスの量産を開始する予定と発表した。逆に CPU 以外のチップは CPU がより新しい製造技術に移ってコストの焼却が完了した旧世代の製造ラインを再利用して製造している。そのためインテル製のチップセットやオンボードグラフィックスチップなどは同時期の CPU に比して 数世代前の仕様にて製造されている。詳細は、インテルチックタックを参照者ではないが、シックスバリューズと呼ばれるものがあり、インテル社内の基本ルールとされている。1974年のイレブンバリューズが起源である。そのうち、クオリティとカスタマーオリエンテーションは、日本企業の製造管理に学んだものである。カスタマーオリエンテーションディシプリンクオリティリスク。 テイキンググレートプレイスツアークリザルツオリエンテーションインテルはその豊富な資金力を背景にインテルキャピタルの名称でブランド調査会社インターブランドのビスネスウィーク氏と共同で行ったザベストグローバルブランドランキング2006の調査ではインテルのブランド価値は約300億ドルに相当しコカ・コーラ、マイクロソフト、IBM、ゼネラルエレクトリックに次いで世界で5番目となっている 詳細は、ウィンテルを参照1990年代後半から2000年頃、PC のハードウェアの中枢である CPU の市場を、ほぼ独占したインテルと、ソフトウェアの中枢である、オペレーティングシステムの市場を、ほぼ独占したマイクロソフトという状況を指す、ウィンテルという造語があった。今日ではあまり用いられないが、その背景としては、マイクロソフトがインテルに対して、 AMD64 を採用するよう要請したという話が語られるほどの IA-64 等による混乱のダメージやインテル以外の CPU 開発に投資したり逆にインテルが Linux 向けのベンチャーキャピタルに投資するなど両者が比較的健全な関係になったことが挙げられる。また 200X 年代いわゆるゼロ年代にはインテルが まだ公表していない CPU を Apple が採用したり、インテルが Apple のため密かに1年もかけてカスタム CPU を設計製造するなど、Apple とインテルはかつてのウ i n テ t e l よりも親密な関係などと言われることもあったが、それより何よりもスマートフォンの普及などに代表されるパーソナルコンピュータの車両化によって PC における支配力の意味が薄れたことが大きい。 アップルも2010年代には iPhone などで使っている ARM への関与の方が大きくなっている。現在の多くのコンピュータに使用されている PCI bus 規格において、インテルは機器の製造元を表すベンダー ID の値にヒット作である8086にちなんだ 0X8086 を使用及び故障している。詳細はベルトダウン及びスペクターを 参照前インテルは1998年6月より米連邦取引委員会の独占禁止法違反に関する審理を受け1999年3月に和解している。日本法人は2005年3月8日に独占禁止法違反で日本の公正取引委員会より排除勧告を受けている。ヨーロッパではインテルが欧州で不当な販売方法を行っているとして 欧州委員会が2001年から調査してきた。一時静かだった後、改めて欧州委員会が2004年に調査を開始した。この結果、2007年7月27日に欧州委員会は、米インテルに対して欧州連合競争法違反の疑いがあると告知した。日本と欧州連合の勧告では、CPU の販売で競合他社の製品を使わないように不当に、 働きかけたと指摘された。この取引に応じなかったシャープとインテルとは一時期ほぼ断絶状態にあった。これに対して、インテルのホーム責任者は、MPU 市場は正常に機能しており、インテルの行動は適法だと確信していると発表した。一方で、アドバンストマイクのデバイセズは消費者や PC メーカーのための MPU 市場開放が進むだろうと今回の告知を歓迎した。 2008年にはニューヨーク州が米インテルに対して独占禁止法違反の疑いがあるとして文章や情報を求める召喚状を送付した。同社がライバルの AMD を CPU 市場から締め出すことで AMD 並びに消費者、コンピューターメーカーに損害を与え独占禁止法に違反していないかを検討するのが目的だとされる。インテルは現在 PC 向けプロセッサ市場の8割近くを占有しており、こうした地位を乱用していないかが争点とされている。政府機関による同様のインテル調査は2005年3月の日本を皮切りに韓国、欧州の3拠点で立て続きに行われており、米国でのケースは4例目となる。2009年5月13日、欧州委員会はインテルに対して10億6千万ユーロの制裁金を命じた。 欧州委員会の発表では、インテルは主要なコンピュータメーカーに対して働きかけ、インテルから CPU を購入することの見返りに、メーカーに対してリベートを支払ったとされる。また、各小売業者に対して金銭を渡し、インテル製の CPU を搭載したコンピュータのみ、販売するよう取り計らったことが指摘されている。さらに、インテルは、コンピュータメーカーに対して、 AMD 製の CPU を搭載した製品の販売差し止めや発売延期を求め、それら製品の販売ルートに制限を加えたとされる。インテルは欧州委員会の決定内容については争うものの、同委員会の制裁措置を受け入れる意向を発表した。2009年11月4日、ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ司法長官が、インテルを独占禁止法違反の疑いで告訴した。 当時、一部のコンピューターメーカーに巨額のリベートを提供する見返りとして、AMD 製の CPU を使わないよう圧力をかけていたという。さらに、ヒューレット・パッカード、IBM、デルなどの主要、コンピューターメーカーに対しては、AMD 製の CPU を利用したパソコンやサーバーなどを販売した場合は報復措置を取ると脅していたとされ、 例えば当時のヒューレットパッカードに対しては、一つでも AMD 製品を利用した場合は開発中のインテル製品の一部を引き上げると圧力をかけたとしている。訴訟では、不当行為の是正、修正不機関及び顧客への損害賠償、追徴金などを求めている。2009年11月にインテルと AMD は和解を発表した。和解によって両者は独占禁止法や、 ライセンスなどのすべての訴えを取り下げ、5年間の特許、クロスライセンスを締結し、インテルは AMD に12億5000万ドルを支払い、不当な契約を行わないことで合意した。ただし、両社間だけの問題でない独占禁止法違反に関する調査は、米連邦取引委員会や欧州委員会などの各国機関で継続される。2009年12月16日、 米連邦取引委員会はインテルを提訴した。同日、インテルは反論の声明を発表した。ありがとうございます。